中日キラー里出る。やられるわけにいかねえんだよ、もう。もういい加減里出るにやられるのやめましょう。もういい加減に里出るにやられるのやめましょうよ。ほんとに。もういい。もういいよ。里出るにやられるのはもういいよ。もうこりごり。もう毎回毎回見てきたからな。もうええで。浮いた球一、二塁か、ライトさせ、細川させ、細川ホームさせ、細川ホームさせ、無理かさせ、アウト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 、ハーセーフ、ハーセーフ、ハーセーフねー。もうなんでこんな簡単に点入るの、ツーアウトからもう、また中日キラーの里出るに打たれたやんて。もうまた中日キラーの里出るに打たれ、もうだからなんでやねん。後半戦開幕しないって。いつまで阪神甲子園ドラゴンズ開幕しないの、もう。バントしてくれてアウトくれたのにさ、浮いた球ライト前ヒット。ホームさせんか、今の。アウトのタイミングいけたぞ、あれ。結構さ、タイミング、アウトじゃないって、タッチできてねえわ。タイミングアウトだけど、タッチできてねえわ。キャッチャー、カトタクがタッチできてねえ。なんであれ、避けられとるやん。タッチできてないね。空振りやね。なんでやねん、もうさ、ほんとに。リクエストし、まあ、当たってねえもんな。届いてないね。もう、なんでやねん。なんでこっちはノーアウトランナー二塁三塁で1点も取れんのにさ、阪神はさ、ツーアウトランナー二塁で1点取れんの、もう。なっちゃうぜ、もう。何回見てきた、これ。もうほんとに。マジで気合い入れてる分、ほんとマジでもう、悪いけどマジで腹立つわ、悔しいし。もう、なんでやねん。もう、ほんとに嫌。もう、勝ったらあかんねん。なるだね、大山、もう、大山また打つじゃん。あー、ライト細川、もう無理だよ。里出るまた来るじゃん。里出るまた来るじゃん。またセーフじゃん。もう、なんでやねん。もうさ、もうなんで？なんで？もうなんで？2点目は想定外だって。もう、大山里出るが打てたら勝つって阪神。1回から。2アウトから点入るやん。大山里出る。なあ、バントしてランナー1人だったのに2点入っとるやん。こっちはノーアウトランナー2塁3塁0点なのにさ。もう終わっちゃうって。1回の裏で。開始24分でゲームセットかよ。嫌だよ、諦めたくないんだよ、こっちは。マジで。今日の一戦に命かける気持ちで応援してんだからさ。また高めに浮いた球打たれたけどさ、もう、ほっと勝ちたいんだって。もうまたやん、ライト方向に。もう、もうしんどいわ。ほんとしんどいわ。マジで。どうして毎回こうなるんだろう。満塁がチャンスって書き換えさせてくれ。頼むから。お願い。もうドラゴンズの教科書に書きたいやん。満塁がチャンスって。な？満塁がピンチなんてもう書きたくないだろ。そろそろ改訂版出そうよ、早く。うん。いつまで古いままにしてんの、教科書。ねえ、もう令和だよ、時代は。ノーアウト満塁。さあ、バッター中田翔。頼むよ。ほんと頼む。なんでもいいから、もう、まず1点取ろう。タイムリーが一番最高だけどね。バットの先！おい、バット、ショートフライじゃん。点取れ？もう、ショートフライじゃ帰ってこれって。ノーアウト満塁で相手ピッチャーがめちゃくちゃ追い込まれとんのに、初球からアウトコースの厳しいカットボールにバットの先でショートフライだよ。悲しいよ。何を？ノーアウト満塁でさ、追い込まれてないのにバットの先でポーンショートフライなんですか、もう。もうごめんだけど悲しいよ、本当に。何？もうなんでやねん。内容も悲しいよ、これじゃあ。結果もだけど。ノーアウト満塁で相手ピッチャーがアップアップでアウトコースの厳しい球へっぴり腰で泳いで、これ何やるか、それ。もう、せめて捉えたあたり見してよ。何を待ってんの？アウトコース、おい！もうさ、満塁はキャン！もう満塁はピンチ！もう満塁はピンチ！立浪監督ベンチ帰ってった。満塁はピンチ！満塁はピンチ！いつまで経ってもドラゴンズの教科書書き換えられんわ。満塁はピンチ！満塁はピンチ！満塁はピンチ！一生満塁はピンチじゃん。いつになったら回転版出んねん。毎年毎年さ、もう。ほんとに。なんなん？なんなん？ 1、2 番は一生懸命やっとるわ。なんなんなん、もう。クリーンアップで。どうやったら点取れんねん。わからんわ。あ
ッチャー追い込まれてんのになんでこっちが追い込まれなかんねん。絶対こっちの方が有利じゃん。ワンアウト満塁で今も。相手ピッチャーはアウト一つ取ったとはいえ。うん、追い込まれてもないのに、追い込まれたらもう何でも振らざるを得ないけどさ、追い込まれてないのに、こっちがさも追い込まれてるかのようにポーンって当ててさ、もう、なんだろう。なんなんだろうね、もう。わかんねえよ。わかんねえよ、もう。本当に。ゲットザビクトリーのためには得点が必要。そんなことわかってる。さあ、スリーツー。インコース構えてインハイ。インコース引っ張った落ちろセンターインコース頭越えろ違うの頭越えろうわえ超えた超えたやっと1点入るカリステありがとうやっとカリステ打ったやっとカリステ打ったやっとカリステ打った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 2対1センターオーバーセンターオーバー超打正義2対11点取った4回目のチャンスでやっと1点取ったもう分子がダメなら分母増やせっつってな分母4回に 4にしたから4分の1 2割5分得点圏2割5分分母増やして分子1当てる分子が少ないから分母増やしてやんと点取った2対1反撃ののろし上がったインコースが若干甘くなったけどよくカリステ打ったわあのインコース厳しいところっしゃ俺阪神キラーカリステやっと点取ったっしゃ2対1まだ分からんぞ1点差やぞっしゃやっと思い届いたやんやっと思い届いたやんやっと点動いた絶対勝つぞ絶対勝つぞドラゴンズ甲子園でうわあアンダーザトリー、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 アンダーザトリー。森下、森下。竜が森の下に潜った。アンダーザトリー。終わった。終わった。アンダーザトリー。アンダーザトリー。森の下。終わった。竜が森の下に沈没した。5対1、スリーラン。うわー虚無や虚無や虚無甘いど真ん中の嫉妬一発で仕留めた森下すげえよすげえよ森下甲子園のレフトスタンドバチコン3点ドーン5対12対1でね這いつくばってたけど崖の上から落ちましたはい崖の上のポノってあるけどね崖の下の中日だよこれマジで森下のスリーランで崖の下に突き落とされたわうんアンダーザツリー終わった。マジか。うわぁ。うわぁ。うわぁ、虚無や。マジ虚無や。うわぁ。マジか。うわぁ。息の根止められたな。息の根止められたわ。うん。心臓グッて掴まれたな。竜の心臓グッて掴まれたな。シャンブルス。プスって。まあ、甘い球投げてしまった藤島投手もあれだけど、一発でスリーラン打った森下すごいでしょ。もう、踏んだり蹴ったり。どうもアウトライン派です。本日もよろしくお願いします。ということで、今日はね、試合の感想を言う前に、もう一つアウトライン派ね、もう不幸なことが起きました。もうろくなことが起きません。もう今ね、雲と共生してるんです。もう雲に銃口を突きつけられながら動画撮ってるんで、いつもよりね、ちょっとビクビク怯えながら動画撮ってるんで、もうちょっとそのことは皆さんね、ご存知を置きながら動画見てほしいんですけども、さっきライブ配信終わったらね、床に雲が出てね、殺そうと思ってちょっと怯えてたら雲がね、机の裏側行っちゃったんですよ。もうどっか行っちゃったんですよ。この後アウトライン派出かける予定なのにさ、ねえ、アウトライン派このまま出かけでさいないうちに雲が卵産んで雲増殖したらどうすんのこの家雲だらけの部屋になっちゃうじゃんもうやめてよ本当にたまったもんじゃないよもうっていうとこなんだけどもそんなことはさておいてさておけないんだけども後半戦命かけてさアウトライン杯今日気合入れまくりでなんなら選手より気合入ってるぐらいライブ配信激アツ応援してたけど逆トラ法逆トラ法逆トラ法180度逆トラ法タイガース勝ってさ甲子園またタイガース勝ってさドラゴンズ負けました甲子園0勝5敗1分け1個も勝てません甲子園でね1個も勝てません安打数ドラゴンズ12本1点阪神安打数8本5点よーく見たわ親の顔よりよく見た光景やヒットはいっぱい出るけど点取りません6回の表かな6回までに5回得点圏作ってほぼ毎イニング得点圏作ってわずか1点しか取れません阪神はね限られたチャンスで佐藤輝大山しっかりと4番と5番がしっかりカチカチカチン打つね阪神キラー中日キラー佐藤輝打つし大山打つしほんでとどめに森下スリーランバチコンのグリグリドコーン本当に
息のね、止められたわな、あのスリーランで、正直。まあ、そのね、森下スリーラン打たれる前と打った後のね、ちょっと分けて振り返りとか話してかなあかんけども、森下スリーラン終戦したわ、本当にこっちはね。羨ましいわ。大卒2年目か3年目で23、24かな。これからどん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 メキメキ育っていく段階でさ、まあ、今年ね、ちょっと苦しんでるとこもあるかもしんないけども、まあ、大山選手も悟ってる森下もね、2軍行きながらも1軍上がってきて、こうやってね、入れ替えありながら、血の入れ替えしながらね、活躍ガーンしてさ、羨ましいわ、もう。立浪監督も森下選手ね、中央大学の時代、バッティングに目、ね、いいいいって言ってたから、スカウティングの目はあると思うんだけども、今日はね、しっかりと負けて、もう甲子園初戦マジで大事っていうところでね、負けましたから、まあ明日ね、ドラゴンズメヒア投手で、大竹投手ですけど、メヒア投手も阪神戦防御率5点台かな、苦手ですから、まあ正直ね、防御率4点台のメヒアがね、2番手で行かなきゃいけないぐらい苦しいんですけど、こっちは。だから小笠原投手で勝たなきゃいけないのに負けましたっていう、もう皆さん分かってますけど、もうこれで借金9、めちゃくちゃきついです。開けれまはしないけど、めちゃくちゃきついです。だから今日死ぬほど気合い入れたのにね、蓋開けたらポッコーンですよ。なんだこれはもう。先発ピッチャー小笠原投手と今日ね、大竹投手の投げ合いでしたけども、ね、まあ小笠原投手もね、7回2失点か、クオリティスタートはね、まあ、6.2回だけど、ほぼ7回ね、2失点、ほぼハイクオリティスタート、2失点じゃねえわ。自責点4度は森下にスリーラン打たれたから、ほんとや、ほんとや。まあだけどね、まあ、出したランナー最後藤島投手が打たれちゃいましたけども、まあ、試合を作ったって意味ではね、うん、確かによくやってくれてます。今のドラゴンズの先発事情を考えるとね、ちょっと目線が下行くのは雲確認するからなんだけど、ただ、彼はエースじゃない。うん、エースじゃない。エースだったら右のエースはヒロトって間違いないけど、左のエース小笠原って言わせてもらえない、これじゃ。やっぱり村上投手とエースの投げ合いで、いかに先に点をやってはいけないか。相手より1点少なく取らせない、相手より1点多く取らせないで勝つか。それがやっぱエースだと思うのよ。2対1、1対0で勝つのがエース。でも今日負けちゃってる。蓋を開けてみたら。うん。これじゃやっぱりエースじゃないよ。まあメジャー行きたいかもしれないけどさ、これじゃやっぱりみんな祝福してくれないよっていう。エースって呼んでほしいならもっと頑張らないと、もちろん言ってることはめちゃくちゃね、要求高いことかもしれないけど、でも期待してるからこそ、できると思ってるからこそこっちも言うわけじゃん。うん。防御率はね、これ 2.59 だから、スリーラン打たれても2点台なんだけどさ、やっぱりね、もっと勝たなきゃいけないし、もっとエースじゃなきゃいけないと思うんだ。まあ、イニングは食ってくれてはいるんだけど、今日は最低限ね。っていうとこで、今日ドラゴンズが1回の表用意どんでね、いきなりね、福永選手がね、3-2 からね、まっすぐ引っ叩いて強い当たり打ちましたね。ミキヤがね、エンドランかなと思ったらくるっと回転ツーベース打ちました。ノーアウトランナー二塁三塁、一度目のチャンス。今日何回もチャンス言いますよ。チャンスはピンチになるけどね、ノーアウトランナー二塁三塁から3、4、5、クリーンアップ打ってくれよ。まあ、今日は結局クリーンアップの差。ね、天国と地獄に分かれましたけど、細川選手がね、まあ、これね、村上投手も細川選手に対しては、ボール抜けてたんだけど、2球目の抜けた球がね、あんま、運良くというか、インコースね、ボール球の厳しいとこ来ちゃって、それ手出しちゃってサードゴロ、ランナー返せません。で、4番中田選手ね、ね、アウトローの151キロね、見逃してストライク、空振りかな、見逃してストライク、空振りか、あれ、当たりません。で、追い込まれてからね、インコースのね、ビタビタの見逃し三振、ズドーン、なんもできません。3、ね、2アウト。ほんで、カリス選手は浮いてきたカーブ捉えたけどね、センターライナー。まあ、これはちょっと尽きないなっていうところだけども、やっぱ先頭の細川選手が打てなかったのを筆頭にね、3、4、5打てませんでした。ね、チーンっていうところで。まあ、よく見たね、結果ですけども。うん。まあ、4番中田選手がね、なんでスタメンなんだ、なんで石川選手使わねえんだ、まあ、そういう声よく聞きますけども、まあ、僕もね、しょっちゅう何回でも動画言ってますけど、ね、打席に立ってるのは中田選手です。細川選手です。カリステ選手です。細川選手もカリステ選手もいつも頑張ってくれてる。なんなら今日もね、カリステ選手がタイムリー打ってくれました。だけど、やっぱりこうやって限られたチャンスで、ね、分母が少ないならね、分子が少ないなら分母増やしていけっつってね、今日分母たくさん作ったけども、でもやっぱり分子1個なんだよ。少ないけどね、っていうところで。まあ、結局打ててないのは選手ですから、もちろん起用してるのは監督で問題もあるかもしれませんけども、やっぱ 3,4,5 で点取れなきゃさ、どうしようもないよ。うん、悲しいけどね。まあ、ピンチになったのは村上投手のですね、投球力も素晴らしいんだけど、で1回の裏ね、こっちが点取れなくて嫌な流れだったのに、先頭の近本選手にフォアボールポーン、やっぱりフォアボール絡むと阪神は点取るんだ。ドラゴンズと阪神はね、フォアボール80個ぐらい差あるんだけども、まあ阪神のいい時だよね。でしかもね、まあ中野選手がバントしてくれたんですよ。まあ、良くも悪くもね、アウト1つくれましたっていうね、いきなりフォアボール出したけど、でワンアウトランナー2塁で森下選手にね、低めのチェンジアップ、ここまで良かった、低めに投げて三振、2アウトランナー2塁、エースのピッチングだったけども、その後中日キラーの悟りにね、高めに浮いたところ、しっかりタイムリー打たれて、まあ、ライトの細川もホーム刺したんだけども、片田がね、キャッチね、空タッチになってね、まあ、守備型のキャッチャーだから、守備してくれよっていうところだけどね、今日猛打賞打ってますから、埋め合わせかなって、埋め合わせになってるのか分かりませんけど、で、大山選手にまた浮いた球をね、逆方向に2対0、今度はホーム正真正銘のセーフっていうことで、まあ、大山悟りが阪神打てばね、おのずと、ピッチャーはいいですから、勝てますわなって話ですわ。やっぱ悟りに打たれすぎだよね。もう、中日キラーで打率3割2分ぐらいか、打点も14、15稼いで、今年も打たれてね、悔しいよもう。で、2回の表ね、加藤選手が2アウトからヒット出たことによって3回はね、1番福永から始まるっていうとこなんですけども、まあ、2回の裏に地味にピッチャーの村上選手にヒット打たれるけどね、ファールとか見ても村上選手バッティングええなっていうとこだけども、3回の表福永選手がまたヒット打ちました。で、ミキヤもヒット打ちました。ノーアウトランナー1、2塁から細川選手もね、
強襲のヒットで満塁作りました。満塁はチャンスね、強化種ドラゴンズ書き換えたいけども、いつまで経っても改定版出ません。いつまで経っても満塁がピンチっていうところで、先頭のね中田選手、これね正直悲しかったわ。さっきの打席よりもね、いきなりね相手はノーアウト満塁ですよ。村上投手もアップアップしてる。あ、追い込まれてるのは明らかに村上投手でも、いつもチャンスで追い込まれてるのはうちらっていうね、なんでだろうっていうね、形勢逆転、立場が逆転しちゃってんだよね。なんでだろう、気づいたらね天国にいると思ったら気づいたら地獄にいるっていうね。ほんと怖いんだけどさ、世にも奇妙な話か知りませんけど、中田選手初球ね、相手がね、もうボールでストライク取りに行ったら怖いからって言ってね、アウトローのね、ボール球がな、結構際どいところで初球からね、追っかけに行くというところじゃないけども、へっぴり腰でバットの先でポーン当ててショートフライ。まあ外野フライ打たなきゃ点入りませんわ。ショートフライで犠牲フライ打つって言うんですか？三塁ランナーが泣きますよ。酷ですよ、ほんとに。うん。小学生の子に、なんだろう、小学生の子にあれだね、なんだろう、いい例え出てこないな。ぜひ皆さんコメント欄で書いてください。ね、うん、できないことを要求してるようなもんですよ。もう例えも出てきません。もういつものね。もう頭も回転できません。今頭の中に雲がいるからね。申し訳ないけど。ほんで、まあ、この中田選手の今日ここの打撃が一番がっかりした。で、その後ね、カリセ選手も結構初球打ちなんだけど、アウトローの厳しいね、ボール球は、まあ、ストライクボール球かな。バットの先で引っ掛けてピッチャーゴロゲツゲツゲツツ。ね、本編ではゲツゲツゲツツやる余裕もなかったですけども、本当に気合入れてたからね、怒っちゃいましたけど、まあ、それぐらい気合入ってたんですよ。ね、しかも1回の表もこのチャンスで満塁で点取れま、2塁3塁で点取れません。2度目のチャンスで満塁でノーアウト満塁で取れません。それ怒るわさ、ノーアウト二塁三塁ノーアウト満塁で0点じゃん。おお、それ逆にこれ見て、しゃあないな、しゃあないななんて言えるわけないやん。うん。言えるわけないやん。もう、ほんと悔しかったわ。うん。だから、やっぱね、まあ、いい当たりね、甘い球初球から打ちに、初球から振りに行くのは全て悪じゃないと思うよ。甘い球来たらしっかり振りに行くのはいいけどさ、ただでさえね、相手がピンチっていう中でね、初球からボールから手探り入ってくる厳しい球を、初球からがっついてね、厳しい球をわざわざ手出してね、相手を助ける、ヘルプするの？うん、綱渡りしてるところでね、補助なくてね、フラフラしてるところに補助のロープ渡すんですかって。なんで命綱渡してるんですかって、本当に。たまったもんじゃねえわ。うん。で、4回の表もね、下位打線の岡林選手ら加藤選手が打つんですよ。で、ワンアウト1、2塁でピッチャーバント決めて、2アウトランナー2塁3塁だけども、福永選手にね、厳しいインハイの球で打ち取られますと、ピンチで村上投手は粘るんですね。まあ、これがエースだわな。で、5回の表はね、中田選手がね、2ベース打つんだけど、まあ、ライトの森下選手がね、まあ、ここに関しては、前に落とせばね、単打で済むものを、まあ、スライディングキャッチして、反らしたね、まあ、中田選手の足が悪いから2塁でストップしましたけど、あれよかったら3塁まで行ってます。まあ、この守備に関しては前で止めとけばと思いましたけども、その後、カリステ選手がね、インコースの厳しいところ、ようやくセンターオーバーランナー中田選手のことを思えばね、外野前進というか、外野前進じゃないわ、外野の前に落ちても帰ってこれないのにセンターオーバー打ったのはマジで神の神捨てなんだけども、ようやく1点取ってね、これで2対1、やっと交差点入ったと、まだ分からんぞっていうところで、で5回の裏に岡林選手先頭バッターね、スライディングキャッチ素晴らしい守備したりとか、6回の、裏にはね、リュウク選手のジャンピングキャッチ、守備でドラゴンズ流れ持ってくるんよ。あ、ちょっとこれドラゴンズいい感じの時じゃないのって感じで流れは来るんだけどもね、流れは来るんだけども、6回の表にもね、加藤選手がまたヒット打ってバントしてチャンス作るんだけども、まあね、福永選手インコースまた打ち上げて点取れませんって、まあ今日ね、先頭で出塁してるからね、まああんまり言えないんだけども、で、ね、チャンス潰してね、7回の表は石井投手が出てきました。阪神も勝ちパ入ってきました。石井投手が三者凡退、相変わらず打てませんっていうところで、今日で18試合中11試合登板か、結構登板かたっていうところ、まあドラゴンズもね、お互い様ですけども、で、7回の裏にはね、ここですよ、先頭坂本選手にセンター前ヒット、また高めの球ですわ。で、ちゃんとバント決めて、で、近本選手のフォアボール、やっぱフォアボール絡むんだね。で、一、二塁してから、中野選手外野前進でセンターフライ打ち取った。ツーアウト一、二塁、あと一歩、峠はあと一歩っていうところで、ピッチャー交代、藤島投手。ただここはね、その前に、マウンド集まった時に、落合投手コーチがね、小笠原投手に言ってたのか、ちゃんと納得した表情で、立浪監督もベンチ来てから、小笠原投手コーチと、小笠原投手コーチじゃない、小笠原選手と、割と納得いった表情だったね。ここはね、納得いってるからいいなと思ったんですけども、ツーアウト一、二塁から、藤島選手がね、投げた失投を、スポッて投げた失投を森下が、ブラックーン、ブチコン、ブリコン、ブリコンパリコンパリコンボーン打ってるスリーだ。もう一気に止まりましたな。5対1。まあ、終戦ですわ。ほぼ終戦ですわっていうところで。まあ、甘い球をね、一発で仕留めた森下選手すごい。藤島選手もいつもお世話になってる。まあ、打たれたらもったいないけど。まあ、小笠原投手もいつも中継ぎもね、抑えてくれてるから、文句は言えないでしょっていうところで。まあ、完投完封してないんでね。で、まあ、その後ね、のらりくらり切り式ギア。全くね、いいとこ作れず、試合終了ということで。いやー、本当にね、ウルトラの夏ですか、阪神にとっては。こっちにはとってはノーマルの夏ですよ。いつも通りですか。ね、アンダーザツリーって言いましたけど、正しくは、ね、アンダーザフォレストですか？森下だからね。竜は森の下に潜りましたけども、一向に雲は出てきませんけども、雲に怯えてるんだけどね、さっきから。壁が白いからさ、雲が出てきたらわかるんだけど、まあ、雲より森下選手もよっぽどね、今日はドラゴンズとっては怖かったけどねっていうところで、うん。天敵は森下と雲ですか？つって。ね、まあ夏はなんか甲子園ね、甲子園、夏の甲子園で使えなくなるから、ね、ドラゴンズ9月までないのかな？ありませんけども、明日と明後日試合ありますから逃げれませんからね。いつになったら甲子園で勝てるんですかっていう。
うん、まあ、てか点取れないし、点取られるしね。まあ、勝てないよなっていうところですな。ビジタン7連敗。まあ、アウトリハム神宮行ってね、負けましたけど、ビジタン7連敗。去年もね、8月9月後半、ビジターマジで勝てなくて、東京暗黒遠征みたいなね、もう、遠征が大変だじゃなくて、試合に勝てない方の暗黒遠征になってましたけども、遠征とも言わないのか、関東に住んでるから、難しいけども、暗黒ビジターか、暗黒ビジターか、あれですけども、まあね、立浪監督今日試合前に負けると思ったら負けるし、勝てると思ったら勝てる、豊臣秀吉が言ってましたよって、ね。あなたが豊臣秀吉になってくださいよと、勝てると思ってるはずなんですけどね、甲子園では、ね、必ず負けてますっていうところで、ね、泣かぬなら、泣かせてみせよう、ホトトギス、豊臣秀吉、なってほしいですけど、ね、泣かぬなら、仲間で待とう、ホトトギス、豊臣秀吉じゃなくて、徳川家康か、今のところだと、ね、待ってても点入りませんねって、まあ今日クリーンアップの差をね、見つけられましたけどね、うん、まあ中田選手はどうのこうの気はあるかもしんないけども、結局クリーンアップが打ってくれないとね、監督はどうのこうのっていうよりも、選手よ、高校に関しては。うん、ちゃんと1、2番チャンス作ったし、下位打線も打ったし、チャンスでクリーンアップがいかに打てるか、そこで中日は打てなかった、阪神は打てた、ね、顕著に出ましたね。綺麗に出ましたね。本当に。綺麗に出ましたね。リトマス紙で。ね、昔理科の実験でやりましたけど、赤色か青色か、アルカリ性だったら青、酸性だったら赤か。綺麗にね、中日はアルカリ性で青が出て、阪神は酸性で赤出ましたね。阪神黄色だけどね、本当はね。綺麗な赤だね。こっちはくすんだ青だわ。本当に。くすんだ青だよ。真っ黒だよ。黒に近い青だわ。はい、ということで、まあ、いくら話してもあれですけども、この後アウトレイン杯ね。明日はミニオンの映画見てからライブ配信するんで、黄色のね、ミニオン見て、また阪神を思い出しちゃうかもしれませんけども、この辺で動画終わりたいと思います。一向に雲が出てきません。今の僕の心の気持ちは、こう、なんか阪神に向けてめちゃくちゃ悔しい、今日気持ち込めてたから、悔しいんだけど、雲が出てこないから気持ちで、なんか雲のおかげで少し気持ちが晴れやかになってんのかな、雲に気持ちがいってんのかな、雲に浮気してんのかな。本日の最後にご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、メンバーシップ加入お待ちしております。それではまた明日のライブ配信、振り返り動画でお会いしましょう。またね。ドラゴンズが甲子園で勝てる日はいつになったら来るんだろうね。先の見えないトンネルだ。